3年 B 組キーバス先生。世の中には2タイプの人間がいます。一つは珍しいものを見せつけられると大喜びして感動し高評価ボタンを押して帰る人間、一つは珍しいものを見せられても大して感動せず高評価ボタンも押さずに帰る人間。だが仮にもしも校舎の選択を取りそうな生徒が一人でも私のクラスにいてみなさいよ。おめえちょっと話がっからや、後で生徒指導室来いや。おめえ今のところオールオーで綺麗に行ってっからよ。このまま行けば東大進学合格間違いなしだ。ああ間違いない、私が保証する。でもよ、仮にもしも指一本でも滑らしてみろ、低評価一回でもしてみろ、おめえの綺麗なオール5が一瞬にしてオール1にすり替わっからや、覚えとけや。って話をね、まあ友人の仲の良い志村健さんと話していたんです。はい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 、どちら様ですか。あ、なだってなだって武田社、武田社、あ、知ってるよ。あたしの古くからの友人でね、よく彼とは散々飲みに行ったもんだよ。ああ、そうだよ。男のくせにね、ロン毛垂らしててさ、気持ちが悪いったらしいよね。一緒にいてる恥ずかしかったってもんだよ。あんなのどこがいいんだかあたしはさっぱりわかんないよね。ほんと、泣けるのは男はチンチンだけでいいんだって言うんだよね。でもさ、そんな彼にもさ、大したもんだよ。いっぱいの人がついていくんだから、まとめてんだからね。あとちょっとで、ね、日本国民全員をまとめて揃ったんだからね。天下統一も夢じゃなかったんだってね。なんて、それ武田信玄さん、あ、武田信玄さん、あ、それ、はい、続いてのコーナーです。ミスター GT 橋本さんで、イーサーエグです。どうぞ。どうもこんにちは、皆さん。ミスター GT 橋本です。はい、今回はですね、イースターエッグの紹介に入るのかな。どんなゲームにも隠し要素っていうのはありますよね。ゲームの内容本編とは全く関連性がないんだけど、なんだろう、制作者側が、なんか次回作の存在を感じさせるもの。なんか意図的なね、メッセージ性を感じる隠し要素ってありますよね。壁になんかの絵が描いてあったり、変なアイテムが落っこってたりとかね、そういうのありますよね。この場所、この映画館にほど近い、この映画館を出て左に進んでいくと1ブロック2ブロック目にあるこの裏路地、このポイントに変なのがありました。変なのがありました。はい、それをね、PS4 でオンラインでフレンドさんと遊んでいたら、なんかふと見つけたので改めてこの動画でね、映してみたいと思います。このはしごを登っていきまして、ダクトを越えたところはここにある。なんじゃこりゃーっていうね、こう見た瞬間に思いましたね。私は、皆さんどうですか。最初のね、最初のリアクションどうですか。皆さん何も思わなかったですか。特にこう何の変哲もないね、殺風景な壁のビルに、こう端っこにすごいこの絶妙な存在感、これ一体何なのでしょうか。顔が真っ赤の猿が脳みそむき出しにして、こうスナイパーでこう何者かに狙われてるみたいな、そんな風に見えたんですけど、自分は何かのクルーロゴかな。でちなみにこれね、1枚の絵ではないんですよね。テクスチャーかなと思ったら違ったんですよね。こうよく見るとブロックになってる、こう 3D オブジェクトがあるんですよね。 3D モデルになってるんですよ。立体なんですよ。撃ち抜くとこのように、銃痕が反応する。なんか RPG でも打ってるとか、なんか起きるのかな、何かしたら何か起きるとか、起きないかな。お、 RPG 打っても全然食らわないっていう、なんじゃこれ、あれかな、なんか QR コードかな。そしたらスナップマティックで撮ったら何か起きるみたいな、なんかサイトが開くみたいな、そんな感じかな。あれ何も開かなかったね。特に何も開かない。なんでしょうこれ。何かすごい自分気になるのでググったんですけど、赤い猿とか壁とかドット絵とか壁画とかいろいろググったんですけど、何も出なかったんですよね。誰か知ってる人ぜひコメント欄で教えてください。気になって夜も眠れない。GTA ってね、歴代シリーズ、壁に、変な落書き、スプレーで落書きが書いてあったりとか、オブジェクトが付いてたりとかいろいろあるんですけど、大体どれもメッセージ性があるものなんですよね。ただこれはね、これに関してはね、見ても何もわからなかった、自分では。これはすごい違和感な。こんな殺風景な、ごく普通のビルのさ、あんな端っこになんかこう隠されてるように、彼に、このダクトに隠されてるようにこう置いてあるっていう、すーげえ気になる配置。ね。ぜひ教えてください、わかる人。ってことで以上、ミスターエッグでした。バイバイ。